いい天気になりましたですね。本日は干し柿用のね、柿をですね、収穫するということですね。すでにこう、まあ、ぐにゅぐにゅに熟してしまって落ちてしまっているのもたくさんありますが、まあ、使えるものはね、全部使いましょうということで、早速取りたいと思いますが、まあ、この背が届く範囲のものはいいんですね。上の方ですが、まあ、はしごに登ろうかと思ってます。木に登ってもいいんですが、木が折れるということもありますのでね、そうですね。まあ、大きさはいろいろあります。あと、この筆柿という長いタイプのものですね。渋柿と思われます。これは、うちの畑ではないんですけど、まあ、こちらの方がね、いらないので取っていいと言われたんで、まあ、ありがたくいただくということで、まあ、本日ね、やってきたわけですね。まあ、毎年これをやらないと何か、秋が来た気がしないということで、今年はうちの柿はダメだったので、まあ、こうやって放置してあるものですね、いただけるということで、まあ、非常に良かったなと思ってますが、そうですね、このぐらいですね。隣の木はあんまりないですね、うん、はい、じゃあ早速始めたいと思います。ちなみにこの地面に落ちたぐにゅぐにゅのものですね、こういったものも柿酢として利用することができます。これらをぐにゅぐにゅに潰して、発酵させるわけですね。そうしますと柿酢というね、まあ、いろんな、まあ、なんていうんですかね、この、まあ、柿酢をそのままこう発酵させてね、お酒として飲んで楽しむという人もいるんですが、まあ、使い方はいろいろあります。これね、もはやぐにゅぐにゅになってるんですけど、ここに糖分が固まってますね。ちょっと発酵しているという感じで、もうこの自然界でね、発酵が起きているということです。で、干し柿、まあ、これはもうぐにゅぐにゅで干し柿にはできないんですけど、干し柿を作る時の、まあ、ポイントとしてここですね。ここで切っていかないと、要するにここの枝の部分が残ってないとね、紐で吊るすことが難しくなりますので、これは残すと。それから大量に取るときね、めんどくさいので枝ごと落とすと、まあ、どうなるかと言いますと、もうここに来年の花芽や葉芽があるわけです。ですから枝ごと全部落としてしまっても、まあ、来年も新しい枝は出ますけど、来年は実がなりませんので、来年も食べるためにはやはりね、ここで切るということが重要かと思いますね。一応本日の収穫はこれまでですね。で、まだあるんですけど、やや色が青いと、もしくは高い位置にあると、もしくは小さいということですね。ですから上の方で小さいもの、これはですね、まあ、やはりこの田舎の風習でね、これはまあ鳥さんの食べ物なんだよと、また鳥さんが自分で食べてね、種をあちらこちらに撒いてくれるだろうというそういうことになってますし、下に落ちているものですね、これカラスが食べたりしますので、みんなでね、分かち合おうということでいいかと思いますね。